一週間の地震についてお伝えする週間地震情報です。まずこちらの図をご覧ください。こちらは8日の午前10時までの一週間に発生しました、震度1以上の地震の震源をプロットしたものになります。この一週間ですけれども、震度3以上の地震が3回発生をしました。そのうちの一つがこちらです。 3日の午前4時51分に発生をしました愛媛県東予を震源とする地震です。マグニチュードが3.9、震源の深さが15キロと浅い場所で起きました。この地震で愛媛県の今治市で震度3の揺れを観測しています。この愛媛県の東予が震源となりますマグニチュード3.5以上の地震は 2012年以来12年ぶり、そして震度3以上の地震は2007年以来17年ぶりの発生となります。今回の震源ですけれども、こちら、この辺りでは活断層の存在は知られてはおりません。ただですね、過去には今回と同規模の地震が起きた記録があります。また同じ東予の地震ですと、今回よりも南側、そして東側にあたりまして、 中央構造線断層帯がこの辺り走っているんですけども、この近くで2007年の4月にマグニチュード5.3、最大震度4の地震が発生した、そういった事例もあります。数は大変少ないエリアですけれども、時折大きめの地震が起きるエリアと言えそうです。そしてこちらが6日の 昼過ぎに発生をしましたヒューガナダの地震ですマグニチュードが4.5震源の深さが34キロとなっておりましてこの地震で宮崎市で震度3の揺れを観測しましたこのヒューガナダを震源とする震度3以上の地震は11月の22日以来でして今年で今回で11回目とこういうことになりますこのヒューガナダですけれども 8月にマグニチュード7.1、最大震度6弱の地震が起きておりまして、まあ、その後地震活動が活発な状況が継続しております。このところ、マグニチュードが大きい地震という数はだいぶ減ってはきてはおりますけれども、まだ余震活動そのものは続いております。この後についても揺れを伴う地震の発生というところがまだ想定されるという状況です。そして最後に海外の地震です。 USGS、アメリカ地質調査所が、えー、決定しましたマグニチュード4.5以上の地震の震源をプロットしたものになります、えー。この1週間ですけれども、大きかった地震としては、日本時間の6日3時44分に起きましたアメリカカリフォルニア州の沖合のマグニチュード7.0の地震となります。この地震、まあ、浅い場所で発生をしたんですけれども、 断層のですね、ずれが上下方向にずれるのではなく横方向にずれるタイプでしたので、目立った津波の観測はありませんでした。この地震、この辺りはですね、3つのプレートが集まっている領域でして、今回は北米プレート、そして太平洋プレート、小さなプレートにあるとしてありますファンデフカプレート、この3つが集まっている領域でして、もともと地震活動が活発なところになります。この 比較的最近ですと1994年に今回の震源の少し西側でマグニチュード7.1の地震が起きた事例もあります最新の国内の地震情報ですとか海外の地震に関するニュースについてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。